プリモディネは日本の競争馬第3回ファンタジーステークスと第59回大歌唱を制した。場名の由来はイタリア語でプリモールディネ。伊達秀和ゆかりのソーダストリーム一族が久々に送り出した活躍場である。現役中にバレエの表記方法が変更されたため、2000年までは旧表記で記載1998年10月11日。 京都競馬場で行われたダート戦4 0 0メートルの新馬戦でデビュー。一番人気で一着となった。続く11月7日のファンタジーステークスには福永祐一が騎場して出走。ダート戦1勝のみの成績からか12頭中6番人気であった。レースではやや後ろにつけ追走。前を行くタヤスブルームやほぼ同じ位置にいたゴッドインチーフなどを ラストサンハロン34秒8の末足でかわして、重賞初勝利を挙げた。2連勝の勢いに乗って、半身3歳ヒン馬ステークスを目標に調整されたが、軽いフレグモーネを発症したため回避した。明けて1999年3月6日のチューリップ賞に出走。レースでは逃げたエーシン・ルーデンスが後続を抑えて1着となり、プリモディーネは4着に敗れた。 4月11日の第59回大歌唱では、阪神3歳品馬ステークスを制した、スティンガー、新山記念と4歳品馬特別を連勝した、フサイチアデール、さらには、トゥザビクトリー、梅のファイバーなどの好メンバーが揃った中、プリモディーネは4番人気に押された。スタートで1番人気のスティンガーが大きく出遅れる、波乱の展開の中で、じっと後方に待機。 4コーナーまで動かず、束が動いて進路が開くのを見極めて、スパートをかけ、出走馬で最速のラスト3ハロン35秒7で、一気に差し切って、GI タイトルを獲得した。起乗した、福永雄一は、GI 挑戦25戦目で、初の制覇となった。大賀賞と同じコンビで、優秀品馬へ向かう予定だったが、福永は、大賀賞の翌週の4月17日に、 中京競馬場で落馬、左肋骨に本骨折、左人損傷という重傷を負ってしまったため、藤田真嗣に乗り換わることとなった。5月30日、第60回優秀品馬に出走。父が単中距離系のアフリートであることから、距離適性が不安視されて3番人気だった。1番人気は、トゥザビクトリー。2番人気は前奏で遅れて力を。 出し切れなかったスティンガーであった。レースは、エーシンルーデンスが、スローペースで逃げる。展開の中、折り合って後方から、追走、直線で追い込むが0.1秒差届かず、梅のファイバーの3着に敗れた。大賀賞を勝ち、優勝品馬でも、金差の3着と強さを見せ、周歌賞やエリザベス王杯に向けて期待されていたが、右前足のひずめに、アリノス上に、穴が開く。 アリドウという病気を発症、感知するには、健康なひずめが伸びてくるのを待つしかないため、長期間休養することとなった。前走から約1年半経った2000年11月12日、再び、福永とコンビを組んで、エリザベス上杯に出走。しかしは体重は 40kg 増の 516kg と、成長分を考えても体調は万全とは言えない状態であり、結果は、 直線で伸びず16着だった。その後阪神品場特別では8着。明けて2001年に京都品場ステークスでは16着と振るわなかった。さらに右第一四骨骨折が判明し、放牧に出された。約半年後の8月12日、札幌競馬場でクイーンステークスに出走し10着。そして9月1日に新馬戦以来のダート戦となる。 エルムステークスに出走したが、結果は11着だった。その後再び蹄めの状態が悪化したため、現役を引退した。繁殖品馬となり、アメリカのラニメイドファームを経て、同国のウィンチェスターファームに、なぎをされた後、2015年1月に、故郷のサンシャイン牧場に戻る。ありがとうございます。